はい、どうもヘイでございます。アサシンクリードローグやってきます。よろしくお願いします。すいません、ちょっと今ミュートになってました。今気づきました。よし、やっていきましょうか。ああ、制作品が少し増えてるみたいですね。あ、こっからモルガン号のアップデートできちゃうの？あれ？じゃあお店行く意味ねえじゃん、もう。なるほど。あ、でもお金がもうまるで足りないですね。材料はいっぱい持ってるんだけど。これなんだこれ。これ何これ。これなこれ、あ、危険地帯っていうか、あれか、警戒地域みたいなやつかな。あー、なんかマークのまだ意味合いがよく分かってないですね、俺。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあ、ここに行かなきゃいけないんで、ちょっとついでにここの鷹のマークつけていきましょうか。ついでにつけてくるぜっていうような場所じゃねえかもな、これ。警戒地域かなんかの砦かな、これ。大丈夫かしら。ちょっと行ってみないとわかんねえ。大丈夫か。大丈夫ですね。いやー、なんかローグが始まって一気に面白くなってきた感じがしますね。反逆者の人生が。ね、やってないアサシンクリードは他にも一応あるっちゃあるんですよね。あのアサシンクリードクロニクルっていうね、あの DLC で販売してたやつ、俺買ってるんだけどやってなくてね。あれもちょっとなんか機会があったらやりたいなと思ってるんですけどね。中国とロシアとインドだったっけな、確か。俺ね、中国はね一本として作ってほしかったんだけどね。ガチでこういうフルシリーズで作ってほしかったけどね。どの辺の時代設定によるかによるけどさ。いや、中国の何万という兵隊が合戦してる中とか切り込んでって猛将の首とか取りたいよね。船長が舵を取ってるぞ。よし、行きますよ。どっち？こっちか。リバーバレー。一応ね、あのシリーズ1で、あの日本もね、一応その一部として予告はされてたから、そこもねちょっと気になるとこなんだけどね。マヤ文明とか面白そうなんだよな。これどこ？もうちょっと上。我々に何をさせるつもりだろう。我々？モンローに連絡を入れるだけだと思っていた。火事がかっこよくなった。俺は軍隊には入らない。そんなことはない。俺は大佐の素晴らしい理想を実現したいと願った。あそこにビューポイントがちょっと行ってくる。理想とはどんな？国境の防衛、豊かな農場、公平な取引、植民地に必要なものだ。まるで崇高な理想だ。岩に近づいてる。そうだ、一緒に実現しない。佐藤モンロー大佐は魅力って確かに高潔な人物だ。アルバニーに行こう。話はそこから。まあとりあえず彼がね、アサシン教団から離反したのは離反したけど、これテンプル教団と組むとかいう流れになるのかっていうところがちょっと気になるところですよね。まあ、どっちも変わらないっていうふうに思うんじゃないかなと思うんですけどね。どっちにしてもその全く無関係の人たちをこう巻き込むような形になるのが気に入らないから、一人でね、あの遺産を見つけて始末をつけようみたいな、そういう気持ちなんじゃないかなと彼は思うんですけどね、おそらく。よいしょ。よし、行きます。ここにもベイブポイントあるんだね、こんな海の真ん中に。よし、小舟がある。これちっこい船乗れんのかな。あ、船に戻るができるんだ。いいね。よし、行きましょうか。行くぞー。
やべえ、ほぼなんか真っ赤になってる。超かっけえ。いいね。まあでも組織に反して一人で戦おうなんて思うっていう彼は本当ちょっとすごいですよね。何と戦うことになるかも分かってるだろうから。ああごめんなさいね。あれ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 マークを追おうと思ったら船を示したぞ。あれあれ、あ、そこの入り口にいたのか。一瞬見えなかったぜ。調子は良さそうだな。こちらの船長のおかげさ。いい船だ、コーマック船長。どうも大佐。マスターギスト、陰謀者と新兵器については何か分かったのか。活動拠点が川を下ったフランスの砦だってことだけど。少し近すぎると思わないか。フランスが領内に砦を築いたのなら攻撃の準備をしてるかも。ニューヨークが。一緒に来るか、マスターコーマック。ああ、罪のない犠牲はもうたくさんだ。まずは船を強化した方がいいんじゃないか。モリガン号は悪くないが、少しいじれば無敵の船にできる。それと近くにあるフランスの基地を偶然知ってるんだが。いい考えだな。お金がない、お金が。嫌いか。あ、やっぱ一瞬でチュートリアルが消えてしまった。ちゃんと見てなかったのに。よいしょ。大佐を乗せに来たって感じか。シェインのアップグレードモリガン号も両方ここでできるんですね。ああ、油の威力とか上げれるんだ。へえ。まあ買えるもん買っとこうか。あれ買えない、なんで。あれなんで、材料足んない。そんなことないと思うんだけど、よくわかんねえな。あ、衣装あったよ。あ、結構いろいろある。そしてなかなかのお値段がする。闇の朝し、テンプル騎士の僕とかある。あ、すごいな、バイキング、テンプル騎士マスター、すげえあんな。お、アサシンキラーの衣装。お、アルノの衣装だ。ユニティですかね。火事は船長だ。フランスはあそこで。あ、間違えた、撃ちた。占拠してるだけか。はい、ほ。土地ではなく経済的な侵略だ。奴らは植民地の敵対者から資金援助を受けている。当局を弱体化させるつもりだ。奴らは市民から生活物資を盗んで10倍の値で転売してるらしい。犠牲になるのはいつも弱者さ。カイザー、あんたもギフトも情熱がある。海の船か、ルイスキー。なぜこんなことを話したと思う。シェイは俺たちの同胞たちに対する姿勢に疑問なのだろう。なるほど、だが心配するな。私が植民地に求めているものは安全と発展、それに目的だ。おかしいな。裕福な者は植民地を金づるにしてるもんだ。私は裕福ではない、マスターコーマ。金はあくまで手段、目的にはなり得ない。怒りを。うん、なるほど。本当に立派な人なのかな。
俺あそこ行っちゃっていいのかな。よし、行きましょう。ん？ロープダートで鍵の保有者を吊るせだって。オッケー、やれるならやるぜ。あら、これジャンプできない。なんで？捕まるところがないか。よいしょ。なんで飛びた？ちょっとちょっと、何してんの？意味のわからない飛び降りをしやがった。なんかね、 A が必要になったり必要じゃなかったりとかして、必ず毎回それを入れるとこうやって事故が起きるっていう悲しい。でもこの辺の事故はやっぱ最新作になるほどなくなっていってる気がするけど、やっぱ洗練されてるんだろうなと思うよね。この先は危険地帯みたいですね。警戒されそうですよ。高警戒地域ですね。わお、正面から入るしかない。どこも捕まれない。あら、マジで。うん、こっちかな。ここから入るっぽいな。宝箱。何かな？そう、アサシンだよ。まあ、探っとく？隠れるとこはない。ギリギリ見えてない？あ、もう行くしかないな。やべえ。よいしょ。あ、やべえ、鍵の保有者が逃げるって。これロープだと無理だな。あいつか。ちょっと派手な感じになっちゃったね。こんにちはーす。閉められた。おお、そっか、そこに入られたらダメなんだ。なるほどね。もうちょっと慎重に行きましょう。ご留守しちゃダメらしいです。めぐり見して。押し切りが好きでね。どこだこれ。あー、こっか。宝箱をあげたりね、いろいろ細かいこうところはやり直しにならないのがいいですよね。あいつも無理にやりに行ったのが良くなかった。いた。鍵の保有者は見つけた。
laissez-moi tranquille. On double les patrouilles jusqu'à nouvel ordre. Zulus chance. Charles, tu remplaces Terrien jusqu'à ce qu'il se remette de sa blessure. Olé. あれ吊るせてないじゃん。なんで吊るし方これ分かってないみたい。鍵ちょうだい。今ので吊るせたのかと思ったのに。おいおい、ちょっと待って。ちょい。大騒ぎになっちゃった。はい、どうもー。さあ、目撃者を全員消さなきゃ。もし来い。人間の盾にした。ふぅ、ここにアサシンいないみたいな。すげえ来るな。いで。どれが鍵のやつか分かんなくなるわ。よし、ごめんなさいね、お騒がせして。あら、あ、これでいいの。倉庫制圧。もうすいませんね、こういうねちょっと血生臭いやり方しかできなくて。一回外出る系かな。痛い。倉庫ゲッチュ。あれ、いつまでかうちの船員こんなに増えてる。その材料を使ってモリガン号の火力を強化しよう。砦に向かう前に強力な武器が必要だ。船室に行って準備してくれ。お、ついに使えるようになるんですね。これなんか榴弾みたいなやつですよね。上から打ち上げるやつ。そうそうそう、遠くにね打つやつね。バックガンの威力も上げれるな。安いから上げとこうか。よし。やったー、やったー、やったー、やったー。やったー。喜び方が子供みたいな。すげえ角生えてる。あれを早くぶっ刺したいな。モリガンを見たら奴ら恐怖で震えるな。船長が舵を取った。は素晴らしい出来栄えだ。船長舵取ります。抵抗もできないだろう。本当ですか。少しは抵抗してもらいたいもんだ。そうでなきゃつまらん。戦いを望むな、マスターギスト。ここには一生かかっても終わらないほど溢れてる。それに砦の指揮官を探します。あれなんか輸送のやつかな。もしかして酒場でも地図っていうかなんか情報もらったやつ。まずは砦の守備を弱らせねばならない。出なければ奴らは穴に隠れ込むだ。もう晴れ、風に乗るぞ。なんか酒場でさ情報をもらって輸送隊のなんか場所みたいなの教えてもらったんだけど、あれと同じアイコンだよね。よいしょ、ちょっと行ってくるわ。怒りを下ろせ。ほい。船長が水中に。ごめんね、ちょっと行ってくるわ。
あれ、マークが消えてしまったよ、急に。あ、この辺ってことか。あら、なんかいる。チャース。あ、なんかいる、動物が。これなんすか、これビーバー？ビーバーだ。いろんな人にチラチラ見られてる。やべ。はい、ダブル刺身。いい感じに集まってくるな、お前ら。いいぞ。あれ、ビーバーどこ行った？そう、ビーバー逃げられた。そうか、動物もちょこちょこ狩らねばならんね。動物全く飼ってないな。洞窟だ。これいかにもかん。インタラクト。宝の地図か。またいい稼ぎになった。あら、また地図か。俺が欲しいのは地図より宝そのものなんだよ。こんな感じのやつだったよね。うん。ナイト高え。あ、ビーバービーバー、ビーバービーバー。ポギャーってなる。すまんな。まあ、こういう倒れてる木のね、下みたいになってたけどね。こういう感じの。でもなんかお宝漁るみたいなボタンが出てこない。めっちゃいっぱいいるやん。あれ、でもこの辺じゃねえんだな。あ、今の地図が目的の物って感じ？多分宝もあるのかな、この近くに。今、多分今書いてあった宝の井戸を調べないといかんのかもしらんけどね。とりあえずビーバーと地図取りに来たって感じ。あ、お墓だ。こんなところに。ただいま。あ、ごめんごめん。ものすごい風が飛んでるぞ。あら、風が。追い風に乗れば多分すごい速度が出ますよ。マサギュール、タバコありがてえ。タバコ売らないとな、どっかで。標的が見えた。お、来た。突進来たよ。 LB 長押しで撃つんだ。 OK、 分かった。これかこれか。 OK、 スナイプみたいな。おいっす、来た。砦戦来た。塔に向けて発射します。めっちゃ撃ってくる。砦を潰せい。
やべえ面白え。いでででで結構直撃食らった。ほい。いいぞパックルガンぶち込め。ふう。スピード出せスピード一回。オーケー。やべ、この距離だと長距離砲のあれが見えねえな、近すぎて逆に。うん、近すぎる。おお、近すぎて見えねえ逆に。てか弾切れたかもしかして、長距離砲の。壊れたかな。オーケー。近いと長距離砲のなんか、まあ、射程がわけわかんなくなるね。とりあえずなんとか潰せた。あい、こういうね、砦もこう船で戦って戦力を削いだ後にこう乗り込んでいくっていうのをやるんですよね。ゲルトロイヤルを落とせ。見事だ。砦の指揮官を見つけ出せ。見張りを始末しろ。行くぜー。船長行ってきます。わあ、レベル16の砦か。チャース。誰だと思います？正面から押してまい。雑魚どもに変わっているほど私暇じゃない。あ、鉄砲で狙われてますな、残念ながら。総理上にいる。上に あら、俺を追って登ってくるかな。おおおお、頑張ってる頑張ってるけど、そんな頑張り屋さんを待ってるほど私暇じゃないんです。そうだな、適当にその辺荒らしとくか。うい、こんにちは。見張りをやってくれと言われたのでやりに来ました。司令室へ行きましょう。ああ、あれ司令室だったのね。なんかちょっと騒ぎにしちゃった。仲間増やしてあげようか。一人きついだろうから。えい、はい、行けい僕のポケモン。あだー、あっぶね。よしよいしょよいしょ。あら、喧嘩ですか。よくないですよ。あ、やべ、この野郎ってやろうか。いで、はいはい、あまし。オッケー。ルシャス、お、ジェイ、久しぶりだな。特別な任務にでもついてたのか。司令だな、アキレス。知らないんだ。それはそれは。そんなわけねえか。俺もだ。おお。なるほど。ではお前が言ってることを教団に伝える。俺を倒すしかないし。ちょっとカメラがぐちゃぐちゃになるんですか。弱。ごめんなルシャスール。お前はいつだって優秀だったな。あんたもな。教えろ、ここで何をしていた。特殊な兵器、植民地の権力者たちに使う毒ガスだ。俺はただの配達係だ。配達されることを俺も祈ろう。
こうやってアサシンの主要人物とどんどん戦っていくんだな。これでゲットしたことになりましたか。これは地図を開かれたけどどうしろって言うんですかね。他の砦を潰せってことか。他に選択肢はなかった。生きてると知られたらアサシン教団は追ってくる。経済エリア潰しまくって収入を上げた方がよろしいですね。これは目に入った砦は叩き潰しましょう。彼もマスターアサシンの一人だったんですかね。あんたがあの砦を落とそうと躍起になってる間に、あら、こっちはお宝を見つけたぞ。マジ？またそんな。まったく驚いたよ。いろいろあったが、フランスのさまざまな交易路が細かく記された地図や海図を見つけたんだ。おお。それをどうする気だ？うまく使えば、その英国海軍を手伝いつつも稼げるか。もし必要なら地図はあんたの船室に置いてやる。いや稼がないと船強くできないからね。大事よ。副船長優秀。あったねこれね。はい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 。ちょっと分かりにくいなこれ。そうそう、なんかね、あの放置芸みたいな感じ。自分のこう送る船みたいなのを選んでそれを送って結果が返ってくるみたいな。よくなんかスマホゲーとかにあるやつ。あ、これ何秒だからすぐ結果が見れるやつだ。これリアルで何十分後とかさ。はいはい、こんな感じこんな感じ。あ、やった、選手像。行き先いくつか選べるのかな。12分のところに送ってみようか。成功率は船によって変わるみたいですね。ゴー。うわ、80%。船、壊れてない船送った方がいいってことですかね。今送れるところはこれで全部送ってるかな。うん、こんな感じでね、ちょこちょこ。あったあった。結構ね、こういうお金稼いだり、こう強化したり、なんか、いろいろ面白いね、要素が入ってるんですよね。カロネード法ってなんだろうね。鳥で潰すんだったら、これもうちょっとパワーアップしないといけないですね。ちょっと優先だけどしょ。うん、パックルガンもやっぱすげえ重要だね。狙った場所を ね、こう的確にへし折れるんで。今のところ稼いだ金を全て船につぎ込んでるんで、どんどん強くなってますね。自分の剣も買わないとな、どっかで。いかつくなってきた。さーて、じゃあね、今んとこクエストにばっかりワープワープを繰り返しておりますので、少しはこの辺ぶっ潰しながらやっていきましょうか。ギャングの本拠地、ここ潰しましょうかね。私はあのサブクエ全無視するつもりではないので。大佐が感謝と祝福の言葉を言ってたぞ。彼はニューヨークに戻った。どうした、顔色が悪い。ゲスト、自分が正しいのか、選んだ道が正しかったのか分からなくなるとき。仲間を殺したことで今ちょっと迷いが生じたんです。ああ、昔はな、若き友よ。だが今はない。大佐に会ってからどうした。フランスがここまで攻めてきている。今こそ根絶やしにする時だ。ああ、そうだな、ギスト。
ニューヨークに戻ろう。了解、先生。彼のこの迷いの答えもね、やっていくとどんどん出てくるんでしょうね。仲いい友とやらなきゃいけないときはきっと来るだろうし。宝箱のマークめっちゃあるんだけどさ、すんげえ小銭しか入ってないからさ、取りに気に起きないんだよね労力に見合った金額が入ってないでやる気が出ない。もうちょっと入れといてくんないとな。一箱1000円だったら全然いくけど。その辺の笛ぶっ潰した方が早いんだもん。よし、ここのギャングの砦を潰しましょうか。俺は押し切り戦法が多いんで、やっぱり武器をちょっと強化していかないとね。どうしてもあの正面から殴り合うのがすげえ楽しくてね、やっちゃうんだよね、すぐやっちゃうの。これギャングって言ってるから、これアサシン教団ですかね、この相手は。どっかにアサシンが潜んでるかな。そんな予感するね。あ、いるいる、これいるわ。多分あの草むらの中にいるんじゃないかな。あの中にいそう。爆竹以外にやつをおびき出す方法ないんですかね。あ、出てきた出てきた、ほらほら。困ったもんだ。あれがイギリス人将か。バーサクしたら殺しちゃいますね。少し遠くに潜み直したな。お、いいね、ありがとう。怖いな。潜み直したアサシンを探さなきゃいけないんだけど。近い。よし、アサシン一人突っ立ってたからバーサクかけてやった。おお、強いな、さすがアサシンちゃん。この反応はやつとは別な気がするな。行かれてその辺撃ってろ。怖え、そこら中からアサシンの気配がする。あん中にいそうだな。
違ったか。右側に反応が移動した。よし、これ切っとこう。ダブルアサシン。いやー、怖え。アサシンがいるマップで戦うとかマジ怖えな、これ。お、近いな。この中ですかね、もしかして。これこいつら炙り出すのめっちゃめんどくせえんだけど。違ったな。こいつら見つけ慣れてなさすぎるな、俺が。やべ、よし、これであいつはイカれた。さてさて、そこに一人か。なるべくアサシンの野郎は回避しながらこうやれるといいですかね。この近くにいるかな。改善ミッションの結果が返ってきましたね。近い。お、出てきた。油断大敵。リーダーだったらしいよ。やったね、まとめていった。いやー、楽しいな。よしよし、ここはちょっと平和になりました的な感じですかね。こういう解放もちょっとずつしていかないといけませんね。右下に行けばいいのかな。じゃあこれワープしちゃいましょう。北アメリカ。ん？裏側？はいはいはい。はーい、はいはい、くるくるくるとね。メインを張れ。さあ行くぞ。ゲルとロイヤルを張れ。これが岩にぶつかる。ニューヨーク。うん、面白いなー、やっぱ。これアサシンがゴリゴリに配置されたマップとか行ったらもうめちゃくちゃゲームオーバーしてて怖いわ。突然やっぱフラーって出てきて刺されるんで、やっぱね、それ俺がやってることだからさ。やられてもしゃんないんだけど。アサシン怖いわ。これ明るっか。おー、いけたいけた。あれ？いけないの？船長すぐずぶ濡れになっちゃう。服着たまま海で泳ぐとね、その後すごい気持ち悪いんだよね。すいません。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。俺と一緒に服着たまま海で泳ぐ気分を味わおうぜ。ん？なんかすごい揺れたぞ。ロアーマンハッタン、ギャングの本拠地がある。あら、あるんですか。じゃあ潰さないといけないですね。でもちょっとこいつら強いっぽいな。
まあついでだから潰すか。やべ、アイテムがね、弾薬系の補充が全くしてねえからちょっときついですね。あー、お店とかない、遠いな。まあ現地調達するか。お前らバリバリでアサシン教団のマークを壁に掲げてるな。もうちょっと潜んだ方がええんちゃう。このすぐ裏にアサシンの気配が。あれがリーダーか。殺害ってついてるやつか。これもアサシンだね。やべ、やるな。さすがアサシン。リーダー発見。いけ、すげえ減ったんだけど。めっちゃ強いじゃんこいつ。やべえ、強え。格上かな。マーク2個ついてたからね、ちょっと上の砦なのかもな、これ。今の弾一発であのヘリはやべえな。めっちゃ痛い。もう一回チャレンジしたい。アサシンに屋根の上で思いっきり見つかったのが痛かった。あ、笛吹けねえんだこの上から。ああ、暗殺は X。 なるほど。高いところから抑えないとね、やっぱり。しょうがねえな、スリープダートとか使ってっか。やべえ、出ちゃった出ちゃった。ああ見られちゃった。あいつを探すのが大変ですね。来た来た。これバレてるかな。オッケー。お、リーダーに。リーダーどれだ。あれがリーダー。いやでもあっちにもマークついてたよね。もう逃げた逃げた。まあいっか。逃がしたら終わりなのかな。どうなんだろう。呼びに行っちゃう系かな。ちょっと一回様子見てみましょうか。走り回ってますね、なんかね。ん？マラソンしてるだけ？よくわかんないな。うん、よくわかんないですね。あっちに反応が高すぎない？うん、かなり近くにアサシンがいる反応が出てるけど。こいつか。あ、なんだ、追い出された。ガスマスク、ガスマスクしてるよ、押してるよ。あれ、なんだ。A 長押し？あれできないな。よくわかんないな。
なんで今アサシンに追い出されたんですかね、わら山から。そういう仕組みなのかな。よいしょ。君なんかいいの持ってないの。あー、いいね、バーザクだと思ってる。いい子だね。リーダーはあの船の人かな。うん、あれですね。ああ、船長にやっちゃうのが一番いいか。えい、裏切り者を始末しろってのはどれのこと言ってんですかね。船長やっぱ強いかな。あ、船長死んだ。よしよし、お前らいいね。どっかにイギリス人の裏切り者っていうなんかサブ系があったっぽいんだけど、やっちゃった。直接的に俺は手を下してないんだけどね。直接手を下さないのが私割と好きでして。そんなこと言って俺めちゃくちゃ殴り合いしてるわ。しょうがないんだよね、あれは。見つかっちゃうんだよね、本当は。ああ言ってね、人になんかのあのバーサーかけて遠くから見てるのが一番好きなんだけどね。うん、この上行きたいな。えらい立派な教会だね。現存するような教会かな。どっか捕まれないかな。お、やべ、おー、いて。これでいけるかな。いけそうですね、なんかね。ほんと頑張って登ろう。頑張って頑張って。やっぱシンジケートのあのロープランチャーみたいなやつ、やっぱやばかったね、あれね。バットマンみたいな、あれすごかったな。一瞬でビルの上とか登れるんだもん、超楽だった。これ横行けないの、これ横。あ、行けた行けた。暗くて見えなくてね。行きまーす。鳥のマークは何だ？ん？鳥のマークは何これ？消火器？これ何すかこれ？ゆっくり鳩に近づく？ほい。何これ？は？迎撃を承認する。なんかわかんないけど、なんかのサブクエっぽい。退役軍人は現在の隊列において多くのアサシンを追ってきた。彼の経験、軽率、統率力、そして狡猾さに多くの同胞を失った。素早く激しく攻撃せよ。なんかサブクエというか依頼みたいな。守る。殺すのは得意だけど守るのはあまり得意じゃないんだよ。なるほど、アサシンから彼を守るのか。お、
ターゲット来ましたね、なんかね。こっちは君アサシンでしょう。次にアサシンが攻撃するまで50秒。これもしかしてターゲットってこの一人じゃない？なるほど、こいつアサシンか。ん？ちょっとルールがよくわかんねえな。あ、来た来た。これ迎撃しつつみたいな。これ迎撃しつつアサシンを見つけ出さなきゃいけないのか。なるほど。いまいち俺ルール分かってないけど。いっぱいいる。お、来たかな。あ、やべえな。ほれ、お前はちょっとこっち来い。お連携しちゃった見た今俺がロープしたところからの連携だよ今の。あー、連携しちゃったな、ターゲットは連携で殺させちゃった。こんなことあるんだ。俺が引っ張ったロープの勢いでよいしょーってやったね。いやー、そんなこともあるのね。致し方だし、ちょっと待って、この上になんかビューポイントがあるらしい。近くにアサシンがいるな。背中側にいる。常に背後に潜んでらっしゃるんですかね。まだ主人公が生きてるのはバレてないだろうから、バレ始めたらめっちゃ暗殺される、暗殺狙われ吐くんとかな街の中普通に歩いてるだけでも。それしんどいですね。はいはい、伝令ってなんだ、伝令ってなんだ、どこだ。まあいいや、見当たんねえ。ほいっす。ああ、マスターコーマック。ルシャスールから得た情報の裏が取れた。無法者どもは戦略を変え始めてる。どんな計画？兵器開発のためにベンジャミン・フランクリンを雇った。厳重に警備されてる。ベンジャミン・フランクリン？科学者か。知ってたか。そうか。大衆に向けてガスをまくための装置を作っている。つまり毒ガスだ。大衆に？権力者に使うものと思っていたが、もちろんそれも許されないが。逮捕した奴らがある恐ろしい女について話した。この計画を操っているのはきっとそいつだ。心当たりが。調査してみる。感謝する。ホープ、お前じゃないといいが。
これ腹くくんなきゃいけなくなりそうですね。あれがアサシンか。そこら辺にいて弱っちゃうね。あーでも結構時間的に程よいんですね。ちょっと変なとこですが、ここで一旦区切らせていただいて、この後再開したいと思います。ちょっとね、長くなるほどアップロードが遅くなるので。はい、ではありがとうございました。また続きもよかったら見てください。お疲れ様です。